僕らみんなを救うために行われた殺人、それがこの事件と犯人の真実。そして君の嘘の正体なんだ。超高校級のピアニスト、赤松楓さん。これがこの事件のすべてだよ。そんな、本当に赤松さんが犯人なの？あ、そっか。確かに信じたくない真実だけど、それでも犀原くんがすべてを明らかにしてくれたおかげで、少なくとも今までの赤松さんを信じることはできるわ。今までの赤松さんを？たとえ殺人を犯したとしても、今までの赤松さんの言動は嘘じゃなかった。私たちを守りたいと言ってくれた彼女の言葉は嘘なんかじゃなかった。それさえも嘘だったとしたら、この先何にも信じられなくなっちまうところだったな。優しいんだね、みんな。私はみんなを裏切っちゃったっていうのにさ。違う、裏切ったんじゃない。だって君は僕らを救おうとして。犀原くん、やるじゃん。さすがだったね。え、さっきの君は本当に頼もしかったよ。でもまだまだだけどね。もっと早く俺のターンにしなくちゃダメじゃん。本気を出したら君はちょっとすごいんだからさ。赤松さん、なんでだよ。なんでそんな風に笑うんだよ。なんでまだ僕を勇気づけようとしてくれるんだよ。なんで周りのことばっかり考えるんだよ。そうじゃなかったら君はこんな殺人なんて犯さずに済んだのに。なんで君はそうなんだよ。ごめん。はい、ストップ。そういうのは裁判の決着がついた後にやってくれる？ようやく議論の結論が出たみたいだし、じゃあ投票タイムだね。貴様らお手元のスイッチで投票してね。必ず誰かに投票してや。投票せんと無駄に一人減ってまうからな。それでは白と黒の運命を分けるワクワクでドキドキな。Yeah.
正解です。よかった。ああ、下げんな。そうじゃないよ。わかんないですよ。お願いします。まったくだぜ。あのさ、でも、だからそうだよ。私はでもさ、分かってないね。ちょっと、け、いやいや、そうだよ、分かってるよ。ねえ、そうだよ。ちょっと、あんたは。なるほどね。じゃあ、だってでは、そうだ、私は でもさ、それは。なるほどね。ですが、ったく。
だが、そうだ。ごめん。くそ。はいはい。なんだよ。あ、チェリー。というわけで、ワクワクドキドキ、下げんな。お仕置きタイムは神聖なコーナーなんだから、邪魔したらダメなんだよ。ちゅうか邪魔しても無駄、えぐい猿でいてまうで。残酷だけど、みんなが死ぬよりは一人だけ死ぬ方がいいと思うわ。うるせえ。俺は死んでもてめえらの言うことなんぞ聞かねえからだ。赤松は命がけで戦ったんだ、だったらでも命がけで戦ってやろう。来るな、来い。ゴンダの力はこういう時のためにあるんだ。ここで戦わないようなら紳士とは言えない。兵器にネオ合気道が通じるか試してみるいい機会かもしれません。僕だって。もうやめて。やめてよ赤松さん。私は私は信じてるから絶対に生きてね。約束だよ。ええ、依頼として受け取るわ。じゃあね。スペシャルなお仕置きを用意させていただきました。くそ。ねえ、負けないでね。お仕置きタイム。私は信じてるから。約束だよ。
にしやがれ。くそ、うるせえ、ちくしょう、バカ野郎。え、部屋を食いしばれ。桃田君、それは殴る前に言うべきセリフですよ。てめえは赤松の言葉を聞いてなかったのか。あいつはてめえを信じるっつったんだぞ。てめえに自分の思いを託すっつったんだぞ。それなのにてめえはなんだ、モノクマに文句の一つも言わずに黙り込んでよ。それでもてめえは男かよ。ねえ、あのな、え、そうだな、いいか、あのな、ここにピアノでもあれば君を励ます曲が弾けたんだけどね。ドビュッシーの月の光とか、ああいう綺麗な曲がぴったりだと思うんだ。水面に浮かんだドビュッシーの月の光とか、ああいう綺麗な曲がぴったりだと思うんだ。水面に浮かんだ月みたいに心が穏やかになれるいい曲なんだけど。君がいなかったらもっと震えてたと思う。震えて何もできなかったと思う。私は犀原君がいてくれてよかったよ。君がいてくれたからこうして立ち向かえてるんだもん。犀原君がいなかったら
首謀者を追い詰めようって勇気も出てこなかったよ。だからもっと自分に胸を張ってよ。私は君を信じてるからさ、君も自分を信じてあげてよ。うん、やってみるよ。できるかわからないけど、いや、やるよ。僕は僕を信じる。もう目をそらさない。僕はみんなのために真実に立ち向かう。みんなと一緒に出たいって言った君の思いを僕は絶対に諦めない。約束するよ。君と僕の約束だよ。うん、約束だよ。あとは任せたからね、犀原くん。さようなら。若くて才能ある子だったのに、